さん TV に軟式野球世界最速の男登場。その男のブルペンからの異次元な投球、そして我々徳さん TV、 その世界最速男に挑んでいきました。本日はそのキャッチボール遠投をご覧ください。はい、おはようございます。おはようございます。どなたですか？来てしまいました。日本、いや今世界を賑わしている軟式最速ピッチャー、155キロを叩き出した、はい、内田清人さんでございます。知ってる。そう、最近 SNS を賑わすこのスーパー野球人、知ってる方もいたと思いますが、この方、内田清人さん。経歴は早稲田実業、そして早稲田大学、そこからエネオスに進み、その後アメリカの独立リーグに挑戦するなど、日米で野球の実績を積まれたお方でございます。ちなみにこの内田清人さんが一躍話題となった映像がこちら、軟式球で投げ込み。なんと155キロを計測。おそらくこの155キロ、軟式で世界最速なんではないでしょうか。今日も実際この後ラップソードで測りながら、なるほど、皆さんと一緒に野球をしてその凄さを体感しようという。ああ、そういうことか。 MQ でマックス155投げる人が、あの人の体に当たったら痛くないのかっていうそういう対決ですよ。先ほど対決も、はい、あ、見ていただけるということで、はい、いやマジで。今おいくつですか？今27です。私37になる年ですよ。10で10違うんでしょ、で155投げるんでしょ、勝てないでしょ。いや、わかんない、そこをなんとかするのが徳さんです。今日ね、あのキャッチボール遠投もできるみたいな。あ、ぜひ受けてみたい、キャッチボールしたい。よろしくお願いします。はい、お願いします。いや、どんな球なんだろう、軟式155って想像つかないな。というわけで、まずはキャッチボール。普段はあの可愛らしいグラブを44の44オーダーですか？オーダーです。へえ。アメリカにいた時、はい、知って存在を。へえ。先取りですね。あ、結構先取りだと思います。2019に作ってた。結構今までいろいろ見させていただいてるんですけど、すごいパワーピッチャーのイメージで。本当ですか？はい、フォークも近い、球も近い。投げ方自体は結構変わってきたんですか？そうですね、なんかこうめちゃくちゃ変えたとかはないんですけど、はい、でもこの1年で4キロぐらい上がってるんですけど、はい、またとにかくロスをなくすみたいなのはすごい追求してます。お、はい。普段はあの地下のネオラボで地下でひたすら投げ込んでるんですよね。こんな環境で野球できるのないんで。あ、そうですか。たまにはちょっと野外に出ていただいて、距離取るのも投げるのめっちゃ楽しいです。よかったです。結構いろんなこう野球人の方と親交があるんですよね。そうですね、ありがたいことに。聞くとこによるとダルビッシュさんとかも。もともとアメリカに自分がいた時に、はい、なんか縁があって、あの奥様の誕生日パーティーに機会があり、そこでカブスの本拠地リグリで 2,3 日練習させた。へー、すごい縁だ。結構ガンガン離れるんですね。そんだけ出力がやっぱ、うわうわうわ、超伸びです。あー、すげえな、伸びてくる。結構指先とか負担かかりませんか？あー、かかるかもしれないです。なんか指紋認証できないです。うわでも結構みんなそうじゃないですか。あ、そっか、ピッチャーの人はありえ、はい。うわー、ナイスボール。うわー、なんか遠投めっちゃ久々にしてます。本当ですか？遠投って言ってもあのめちゃライナーですけどね。昔の概念じゃないですね、遠投の。あー、ごめんなさい、伸びすぎているという。基本ほぼ毎日のように相手で投げられてるんですか？自分でこう研究しながら。結構でも本当に日々どうやったら球速くなるかっていうのをなんか1分1秒無駄にしないようにはしてます、できるだけ。あ、仕事的には何ていう職業になるんですか？
回かっこいいなと思って、ピッチングストラテジストって海外にあるんですよ。ピッチングストラテジスト、それを名乗ったんですけど、ピッチングを自分で研究しながら還元してるっていうイメージなんで、スローイングっていうピッチングで。すごい勢いですね。指導もされてるんですか？はい、現場での指導と、はい、あと、まあ、オンラインサロン、あ、なるほど、そちらでやらせてもらう。変な話、まあ、子供のチームとか大人のチームとか来てくださいって言ったら来てもらえるんですか？そうですね、はい、本当に小学生から大人まで個別に来ていただいたりとか、チーム、学校から社会人チーム行かせて、はい、スクリーンまで来ております。徳さんはワンバン、わー届くね。あ、届かないか。いやいや超綺麗ですよね、球綺麗スピン割れながらすげー綺麗。うわー、来た！うわー、来た！うわー、来た！来た！イチローさんみたいな、昔初任していたアレックスみたいになってますよ。やっぱすげえ、めちゃくちゃ辛っ、はい、超ライナーなんだけど。あ、できた、抜けた。抜けてる軌道じゃないですけどね。あれだった、すごい綺麗でしたよ。やっぱいるじゃん、うん、よく 100m 投げます、 120m 投げます、俺はもう120近く投げたたちですからね、選手だよね、そんなんじゃないんだよ、凄さが、こうなんだよ。そうそうそう、見たことない軌道でしたよ。だって普通こう、あーひゃーって言ってこうなるところ、俺もうこう取りんと思う。ハーフバーってすごい軌道、155キロの遠投、はい、こうなりますっていう。そうですね、あんまり上に上げないという、ね、あ、自分は特に結構意識してます、叩くっていう、うんうんうん、やっぱそうなんだね。あと回転軸というか、はい、すごい綺麗なスピンでしたよね。綺麗綺麗綺麗。あの辺も縦を意識してるんですか？そうですね、自分は結構上投げなんで、はい、縦になるように。今日多分若干追い風気味だったら分かんないですけど、はい、よりまっすぐ行ってました。はあ、はい、でも風も多分俺関係ねえよって言ってた。そうっすね、それぐらいすごかった。スーパー異次元な遠投を見せた内田さん、軟式世界最速右腕、明日はマウンドに上がります。この1球が衝撃の球速、さらに私徳さんガチで対決しました。そしてまさかの展開が、お楽しみに。いけー。